今回は浄土真宗本願寺派総合研究所の企画、伝統芸能に刻まれた仏教の心シリーズ、お話と実演をご覧いただきます。今日お越しいただきましたのは伝統河内音頭継承者、音頭取りの河内屋菊水丸さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、引き手は私、総合大学釈徹宗、お付き合いよろしくお願いいたします。菊水丸さんは音頭取りというだけではなく伝統芸能への造詣も深く、コレクターとしても有名、まあ、物集めは自信がありますね、はい、今日は最初に私、少し、死者儀礼としての盆踊りというところをお話しさせていただいて、その後、菊水丸さんのお話を伺った後、二人でお話し深めていきたいと思います。盆踊りの起源というのは、一般に、踊り念仏、そういうふうに、言われております。そこで、まあ、念仏について少しだけお伝えいたしますと、念仏というぐらいですので、もともと仏を念ずる、修行から、修行が念仏の呼ばメインラインということになります。心に仏を強く念じてある種の境地に達すると、ついには仏と出会う、これがまあ観想念仏と呼ばれる、念仏の、主役のところが、まあこれはなかなか厳しい修行ですので、誰もができるわけではない。そこでこういう厳しい念仏ができない人は、せめて口に仏の名前を唱えるという称名念仏という脇役がおりました。この主役と脇役を入れ替えたのが法然上人という人で、法然上人は、こちらの方が主役なんだ、なぜなら誰もが実践できるからという理屈で、まあ、それまでの仏教を大きく変えたんです。大体どこかで仏教の講談、お念仏のお話を聞くと、こういう、お話、こういう説明になるんですが、私のように宗教文化という目から宗教を考える人間にとっては、念仏っていうのはもう少し幅のある多面的なものだという感じがします。例えば歌う念仏もあれば踊る念仏もある、そしてそれは日本の文化に多大な影響を与えてきたというふうに考えられます。例えば歌う念仏というのは、天台宗の円仁という人が、まあ、中国の仏教からこう輸入してきました。これを印税念仏というふうに申します。印税念仏の中でも特に護衛念仏というのを伝えているんですが、現在ではこの護衛念仏っていうのはどういうものであったか、よくわからないという状況になっております。この輸入されてきた印税念仏を日本の、称名、あるいは日本の声楽のベースとして、組み立てていったのが良人という人物でして、この方は悠久念仏宗の開祖として、知られておりますが、もっと日本の音楽史全体から見て高く評価、すべき人物じゃないかというふうに思います。このような、まあ、念仏、歌う念仏が日本の、音楽の声楽など歌い物のベースとなってきたという面があります。さらにはですね、踊る念仏、これは空也一辺といったような人の流れになってくるんですが、予約念仏、予約歓喜念仏などと申します。もう一辺という人などはですね、日本各地で宗教的熱狂を巻き起こした人でして、当時の人口から考えると、もう本当に全人口の半分近くの人が、この、予約念仏に参加したんじゃないかっていうふうに考えられるほど、大きなムーブメントとなってきたわけですよね。で、まあ、これが一つ。価値観でもありますし、あるいはさまざまな飾り付けなども風流と呼ばれたりいたしましたし、歌や
踊りも入ってきますし、延年といったようなものも含めて一つの文化潮流としてですね、風流というのが、まあ平安時代の、後半ぐらいから、まあ大きなですね、流れを生み出してくるわけですね。で1600年代ぐらいにはもうすでに京都で、お盆の風流踊りっていうのが始まってるんですね。ここはもう一つこう盆踊りの、起源の一つにはなるというふうに言えます。盆踊りの初出、最初にこう文献として見られるのは、大乗院寺社造事記というお坊さんの日記に出てくるんですが、おそらく16世紀あたりはもう日本各地でこのお盆にこの踊るというものがですね、かなり定着してたんじゃないか、まあ、そんなふうに考えられます。で大事なのはこのお盆にするっていうところでして、お盆にするのはやっぱりこの死者やそれへの、まあ、供養弔い、そういうものがですね、基盤にあったわけですよね。日本で言いますと、旧暦の7月15日あたり、夏の終盤あたりですね、このあたりにこういう、まあ行事を行ってきたわけですね。これは東アジア全般の道教でも大体このあたりに死者が戻ってくるっていう、そういう信仰がありました。で世界的に見ても一年のどっかの区切りでこの世界の秩序が壊れて死者が戻ってくるんだっていうのがあるんですね。例えば夏至とか冬至に死者が戻ってくるっていう、そういう文化もあります。有名なものにケルト民族のハロウィンがありますよね。あれは冬至の、もともとケルトでした、冬至のお祭りで、まあ、この世ならぬものがやってくる、それをその人たちをお迎えして、そして無事に帰っていただく。日本の場合は夏から秋のこう移り変わりのあたりが一つ、そういう時期、死者を迎え送り、また帰っていただく。で一方冬から春へかけては旧暦の正月、こちらは年神をやってきて、そして帰っていただく、ちょうどこの掃除系に、なってたわけですね。ある時期世界の秩序は乱れて、生と死がもうイケイケになっちゃう、それまでの境界が崩れちゃうっていう、そういう時期がある。だから秩序が崩れますので、まあ、そういう意味ではこの盆踊りの時期っていうのは随分こう風気が乱れるっていうようなことでですね、まあ、さまざまなこう独特、地域独特の習慣があったりする。それで明治以降何度かですね、盆踊り禁止令っていうのが、まあ、出てたりするんですよね。で、まあ、こういう流れをこう四捨儀礼としての盆踊りっていうのは少しまあ考えてみたいテーマなんですが、個人的に興味深いなと思うのはやっぱり櫓の周りをぐるぐる回る。以前砂浜に提灯を立てて夜その周りを回るっていう踊りを見たことがあるんですけども、それならまあ分かりますよね。夜踊るのに真ん中に明かりをつけてその周りを回るっていうのはまあ自然なことかもしれないんですけども、でも多分これはね相当古いと思うんですよ、起源を。もう仏教がやってくるずっと古代からこの形態っていうのは 何かその流れてるものが、ずっと流れてるものがあるんじゃないですかね。縄文時代はこういう環濠の集落みたいなものを作ってたわけですよ。で真ん中はいわば、死者を下ろす場所とか神を招く場所、ある種の宗教儀式を営む、そこにはですね、まあ宗教者や、シャーマン、時には芸能者がそこでですね何らかの儀式を行ったり歌ったり踊ったり、独特の衣装をつけたり独特のメイクをしたりしてパフォーマンスを行うという、まあ、この形がですね一つあるんでしょうね。それを回るぐるぐる回るとみんなの編成意識が立ち上がって、ついにはその独特の場が生まれる。世阿弥という人が日本の伝統芸能の粋は何かというと一座建立だという
その場にいる演じても、観客も受けても全てが融合して一つこの、場が起立するというか立ち上がる、そういう意味ではこう盆踊りというのはまさにその聖者と死者が共になって一座混流する場所というそういった辺興味深いものであるという気がいたします。それでは私のお話はこのぐらいにさせていただきまして、河内音頭について少しお話を伺いたいんですが、河内音頭の歴史について、はい、ざっと教えていただけますでしょうか。いやー、聞き入っておりまして、ね、ただいまの高尚なお話、でもその中でちょっといいですか、僕も随分興味があったのは、櫓の上で音頭を歌ってましてね、ここ北御堂さんも、津村別院の盆踊り、毎年8月後半に2日間あるんですけど、持ち時間が60分なんですよ。もうオフィス街なんで仕事帰りの方、もちろん進行なさってる方、もう入り乱れて踊ってくださる。それが10分過ぎ、20分過ぎ、40分過ぎた頃になると、まさに先ほどお話しされていたように自座混流、こうトランス状態で、60分でこっちも終われんような雰囲気になるんですね。で、最高70分歌ってありがとうございますってもうヘトヘトになって、まあ、僕はよろしいけれども、太鼓の人がやっぱりずっと、まあ、ギターも大変ですけどね、体力勝負でヘトヘトになってる時に自然とこうアンコール、いやいや70分ぶっ通しで歌って叩いてギター弾いてアンコール、まあ、5分程度でええかいな思って、ではアンコールに応えましたと歌い出しました。とても5分では終われないような、もう許してくれないですね、皆さん熱気という気がこちらに来るんですよね。それで持ち時間の70分に近い50分ぐらいアルコールしたことあります。今のお話聞いてて、その場でもう演者も踊り手の人もそして見物してる人ももう輪の中に入って、今でいうの3密丸出しですがものすごい状態になるんですよね。これは盆踊り独特ですね。舞台の公演であちらこちら行きますけど、まあ、聞いていただく客席に座っていただいている皆さん方に河内音頭を披露するということはまた違って、演者の一員でもあるんですよね、踊り手の皆さんがね。そんな気がいたしました。ただいま先生のご講義を拝聴しておりまして、ね、それと明治の頃に、盆踊り禁止令のは僕たちもよく聞いてまして、ね、というのは河内十人切りという物語で、河内音頭では有名な芸大スタンダードですね。これは明治時代のまさにその10人の惨殺事件なんですけれども、それが南河内で起こったと。で、翌年早くも岩井梅吉さんという音頭取りの方がですね、10人の惨殺事件ですから明治25年6年現在の毎日新聞、当時の、まあ、大阪日日でしたかね、に一面で載ったんです。その新聞記事を梅吉さんが櫓の上に持って上がって、去年の今頃こんな事件があった、皆さんご存知の。その梅吉さんは管轄であった富田林警察の署長のお抱え人力車だったんですよ。ですから署長さんを送り迎えするときに報道されていない裏話をうまいこと聞き出して、それに乗せて歌ったので新聞読みと書いて新聞読み河内音頭と呼ばれるようになった。河内十人切り事件が新聞読みの発祥。そうなんです。あ、そうなんですね。それもその土地で歌った。そうなってくると、そのまた物語を全部申し上げると時間が長くなりますので、かいつまんで言うと、
ね、内容は、ね、それが発端で10人の惨殺事件に及ぶと。その温度を聞いてると僕もまあ10人切りやりますけれども、浮気を霊算してるようなところがあるんですね。でそれでまた周りの皆さん方が先祖供養の盆踊りを歌ってるんでこう踊ると、その踊って懐かしい人を思い出す、これはええけれども、歌ってる文句がどうもその浮気を奨励してるんやないかというんで、しばらく盆踊り禁止令が出たという先輩の一人に聞いたお話を思い出しましたね。実際に河内でも盆踊り禁止令があって、それはネタの内容だったというふうに聞いてますね。あの資料を見るとやはり、まあ、あの男女入り乱れてある種の宗教、ある種の熱狂状態、トランス状態、はい、なんで、まあ、かなりあの性風俗的に問題が随分起こったらしくて、それで、まあ、禁止令が出たっていう仕様があり、あの私の子供の時なんかは本当にオールナイトで盆踊りやってました。いや、そうなんそうなん、いや僕はずっとね、あの太田房江さんの時から横井真奈子さんの時もそうですし、あの橋本さんになり、また吉村知事には申し上げてませんが、ぜひとも盆踊り、朝まで盆踊り復活、一日でええからというのもね、これまたあのコロナが収束した暁にはそれこそ今押さえつけられた生活をしてるじゃないですか、こういう時にこそこう収束した後、僕は盆踊りは今までにないような、それこそ先生がおっしゃったような熱狂的、もう熱狂のその頂点に達するような、ね、でそうなると60分や70分、120分では足りると思うんですね。1日くらいは朝まで盆踊りを復活させてほしい。これはあの郡上八幡へ行くとね、はい、夜通し盆踊りを何日間もやってると。で大阪府に僕は一度やろうとして許可をもらいに行ったことがあるんですよ、大阪府警の。そうすると青少年の、まあ、健全の動向、理由はそういうことですよ、夜更かしして、やっぱり、大阪府下、大体10時、11時で終わってくださいと。でかといって、その郡上八幡、朝まで盆踊り、オールナイトでやってて、日本全国で不良少年、不良少女が増えてるかと、そうでもなくて、どっちかというと、健全化してるんですね。あのちょっと、暗がりでタバコでも吸おうものなら、近所のおっちゃんに咎められて、よくあったじゃないですか。今はあんまりこう、未成年がタバコ吸ってても注意しないと。無関心ではないんですね、向こう行くと。そういうことしたら祭りできへんようになってみたいな。ですから僕はね、その年に1回ぐらいはね、あの朝まで盆踊りというのを楽しかったら、先生もそうでしょうし、僕も少年時代、少年音楽踊りの頃は時計が11時59分から12時、いわゆる日付をまたぐ時にね、親公認で同級生が踊りに来てるわけです。日付またぐ時間を外出しても、あの親怒らないと、その日だけは。それぐらいこうなんか毎日こう勤勉に過ごすのはこれは素晴らしいことですけれども、年に一遍ぐらいは息抜きも必要はないかなというので、僕はその朝まで盆踊りは推奨派なんですよね。ああ、はい、もうまさにあの全てを出し切る特別な日、でまた次の日日常に戻るんだっていう、そういうこう要は晴れの紅葉があるっていうの大事ですよね。我々の日常はなんかもう晴れの日なのか日常なのかわからんようになってしまってますでしょ。かつてはまあちょっと家族で外食するのも晴れの日だったっていう、今はもうそんな意識もなくなって、もうそうなると晴れが機能しないと日常も機能しないというか、日常もどんどん痩せていってしまって、あの本来こう立ち返るべきところもぼやけるっていう面があると思うんですけども、あの温度っていうのは音の頭と取るぐらいですので、はい、私は例えばあのお経を最初ですね、同志と呼ばれる人が音の頭を取って、でみんなでこうバーッと合わせていくっていうですね、おそらくですからその場のいわばリーダー的役目が温度だと思うんですよね。そもそも一人が
歌う、語る、聞かせる、あとみんな聞く側っていう、そういう対立構造じゃなくて、最初に発生してグッと引っ張っていく音頭取りのリーダー役がいて、それにみんな乗っかっていくっていう、そういう先ほどおっしゃったように全てが一体となるような場になるっていう、それはおそらくもともと音頭の本来の意味じゃないかなと思うんですが、河内音頭となりますと、はい、これはなんか起源が諸説あるらしくて、諸説お寺の、お寺の、まあ寺院建立の木遣り歌がそもそもね、はい、なんていうんですか、原型じゃないかっていうような話を聞いたこともありますし、源流というか、もともとの河内音頭のこう流れみたいなのがどういうふうになかなか、どういうんでしょう、資料的なものがないんですね。で、先ほどその盆踊りという、まあ、諸説ですね、文献に登場したというのは興味深い話やなと思ったんですね。そのように河内音頭が何かに登場するものというのは大昔のものが一切ないですね。ですから多分これ僕が考えるには、村々にそれぞれの音頭取りがいて、それぞれの節回しで歌い出したというのが始まりなんですよね。で、我々が今やってるのは現代の河内音頭とすると、それにつながる成長と言われる河内音頭というのは現存してるんですよ。7つ8つ8つ9つと、それをじっと聞いてますと、あ、これは、まあ、型の節というものなんですがね、あ、この古い音頭は今の我々の音頭の、まあ、元祖に近いねんなという節回しがあったり、あ、そうなんですね。もう一つこっち聞いてみると、いや、全然こう重なるいわゆる節、まあ、メロディーがないものもありますし、あ、変化、なんか我々が今やってるものを変えようとしてやったら逆にこっちになるんじゃないかというものもあったり、その型の節がほぼ、まあ、河内音頭現代の源流ですから、型の節が始まった頃が今の河内音頭のルーツといいますね。型のだと、まあ、北河内になりますので、例えば河内といっても、まあ、北河内、中河内、南河内とありますが、河内音頭の、まあ、流れとしては、はい、それぞれに発達してきたみたいな。そうですね。ですから南河内でも地の音頭はあるんですけれども、まあ、合衆音頭に近かったりするんですね。それは興味深いですね。うん、いや、ぜひその合衆音頭の、ね、まあ、影響とかみたいなものはあるんじゃないか、はい、あるいはですね、今日拝見してるとやっぱりいかにも即興セッションのような、ね、その性格が強いので、ね、やはり浪曲、なにわ節の影響もあるんだろうなっていうふうに思いますし、合衆音頭となるといわば西門語りですね。河内音頭のようほいほいが多分ね、僕西門から来てるんじゃないかと思ってるんですよね。他の英訳オーラ制度、これ制度の林言葉っていうのは、林言葉っていうのは各地の本当にイントネーション、あるいは日常の言葉があるんですけども、合衆音頭だと、デーレン、デーレンっていうのは、あれデロレン財務から来てますし、ヨーホイホイも財務じゃないかなと。釈状持ってますしね。あ、そうですね、向こうは釈状持ってやる。まあ、まあ、向こうの方が古いというのは間違いないと思うんですよ。で、合衆音頭の節、あーなーにがーなにがーねーなんとやら、ちょっと変えたような感じが河内音頭に登場しますが、河内音頭の節は合衆音頭に登場しないんですね。あ、そうなんですね。しないんですね。だからやっぱり合衆音頭が先にあって、それを聞いて変わっていった、変えていった地域があり、そして型の節のような我々の源流のものがあり、こう重なって全く違うものもあると。ですから一概に成長河内音頭というものが現代の河内音頭のルーツであるとはちょっと言いにくいところはありますね。そうなってくると、まあ、やっぱり
祭文っていうのはあの神社でも行いますし、仏教でも儀式で行いますし、まああの密教と山岳信仰が合体して、はい、まあ、独特の、修験道という、まあ、宗教は日本で生まれるんですが、まあ、そこでやっぱり祭文を語るっていうのは一つ大きな、まあ、流れとして山伏が祭文語る、はい、まあ、そこにもちょっとこうつながってくるようなお話ですが、この河内音頭っていうのはあれですね、音頭取りっていうの方はよほど河内音頭の魅力があるんだろうなと思うんですよ。僕は八尾でよく行ってた散髪屋さんがある、はい、その人は季節になっても音頭取りの方に行っちゃって仕事全然しないんで奥さんが超ブツブツ言うてはったんですよね。もうそれ始まったら奥さんがずっと一人で散髪屋やってるんですよ、旦那さんいないんで。でも散髪しながらもいつでもそのね、俺は音頭取りやねんっていう話になってちょっとあれがないろいろあるんですね。その生駒とか初音屋とか、ああ長いのもあるみたいで、そんな風な話とかね、ようしてくれはったんですよね。で奥さんはもうほんまに音頭を飾るために生きてるような男やねこの男は、会社なしやねんっていう話をね、まあよくされてよほど魅力があるのかなと。それと、はい、まあ本業が出稼ぎがあって夏になってまあ音頭を歌いに行くという世界だったんですね。もともとはそういう、そういうものだったんです。プロの芸能ではないんです。簡単に言えばアマチュア芸能で、これでいわゆるまあ仕事としてギャランティーを確立させたのは鉄砲三三郎さん。昭和鉄砲節、鉄砲節30年代ね。ですから実はその鉄砲さんの前は先ほど名前が出ましたが初音会、初音屋さんが一番古いんですね。で初音屋さんの元祖初音屋辰三郎という人はやっぱり刀の節を聞きに行ったという証言があるんで、ですからもうほぼ間違いなくルーツは刀の節で、そこから初音屋辰三郎という人が浪曲を取り入れたというのも間違いないですね。聞くとやっぱり当時の、まあ、米若武士とか鈴木米若という浪曲名人の節回しが入っていたり、随所に春日井梅王さんで梅王節が入ったりするんで、その初音屋辰三郎さんが、ほぼ原型を作られて、でそれを、まあ、鉄砲さんがより分かりやすく世にプロの芸として、世間に出したみたいな形ですね。鉄砲節なんかは、はい、物語性はそんなに高くないな、むしろこう音楽性、はい、踊り重視のような、まあ、印象、子供心の印象なんですけども、でも実際河内音頭っていうのはかなりこう高い物語性を持った、そうですね、まあ、読み物ですね、読み物として。ただその鉄砲節というのはね、これはまあ鉄砲さんは亡くなりになったんで鉄砲さんがいないところで言うのも申し訳ないんですが、まあ我々がやってる河内音頭も鉄砲さんがやってる河内音頭もそして変わりがないというか、まあ菊水丸節みたいな、はい、まあそうですね。ただ鉄砲さんが出された3分何秒かのシングル版の民謡鉄砲節というレコードが随分ヒットしました、はいはいはい、ですからあれはもう本当に物語に入る前のいわゆる枕で終わってるんです、シングル版ですから。それでか、僕、はい、子供の時ずっとその河内音頭のレコードを聴いての、はい、盆踊りだったもんですから、はい、全然物語始まらない、はい、前で終わってるんですね。そうか、今謎が解けました。歌謡曲サイズで発売されてそれがヒットしたんで、鉄砲さんは盆踊り行くと必ず、まあ、枕のシングル版を歌って、そこからもうそれこそ80人切れだったり中心村にネタを読んでおられましたですね。その、節に乗せて物語を語る魅力というか面白さ、ご自身でいかがですか？これは特に関西、まあ、上方の芸能とこういう言い方されますね。
で、まあ、僕はまあ吉本興業に所属してますんで、漫才学を吉本新喜劇の皆さんと一緒に仕事をする機会が多いんですね、公演なんか。そうすると、やぶらでやってるような踊っていただく、ずっと節で、いわゆる短歌、セリフの部分ですよ。で入ってない、まあ、やぶらの場合はあんまり入れん方がこう踊りも弾むんで。みんな、まあ、耳傾けて聞くわけにもいかないですよね。そうなんですね。弾む方。だから、セリフ短歌の部分も七五調に直して節でなんですね。まあ、舞台に行くと節だけでは伝わらないんで、やっぱりこう短歌情景描写なども語ってというふうに、そこもやっぱり浪花節の浪曲の影響ですね。ならざるを得ないというか、目の前のお客さん方にとにかく物語についてきてもらおうと思うと節で行くと流れてしまうんで、時折出なくても随分語って語りで降りたりすることもやっぱり。なるほど。その櫓の上とこういう舞台でやる場合との違いっていうのがあるんですね。でももう節が語りに、語りが節にと言いますかね、お話になってるかと思うと、こう入って、まあそうですね、もう見事にそこに即興でギターと太鼓が入ってくるっていうような、何の打ち合わせもしませんからね。まあ、打ち合わせすることが何もないというか、キーの確認、音量の確認ぐらいで、こう歌うからこう叩いてくれとか、こう歌うからこう弾いてくれと言うても、言うた本人忘れてますから、そう歌ってたりしますんでね。ですから打ち合わせのない、まさに即興的というか、もう即興ですね。でもやっぱり太鼓によって背中を押されるとか、ギターに、まあ、時には引っ張られ、ギターに助けられみたいなことも終わりなんじゃないかと思います。ありますし、油を飛ぶというかね、休憩するしたい時があるじゃないですか、こう舞台っぱなしで。だから節をちょっと伸ばすんですね。カワチンで、マイクから離れるとそこ二人が働かなしゃあないですとにかくギター弾いて、で僕が歌い出すまでやっとかないから。これは昔の芸人さん、油を取るって言ったんですね。油を取るって言うんですか、はい、休憩するってね。だから7月から盆踊りが大体6月も末から始まって9月の中頃で終わりますけれども、7月中はあんまり油取りませんが、8月の後半になってきたらやっぱりもう疲労も連日連夜読み疲れで、今日は油取るよな、今日は油取る、また油かいなみたいなね、で言われるんですよ、楽屋でね。油取んなかないんけれども、我々も同じだけ働いてんねんねというぐらい。でもそれがね、なんかこう節芸の楽しさと言いますかね、これはいわゆるセンターに立っているものの強みというか、センターが歌い出したら陰に回る、でセンターが休んだら前に出てその日も、いっぺん北御堂さんでもう随分アンコールで疲れてるんで5本ぐらいソロ弾いてもらったんですもうほとんどなんかあれですね、コンサートに近いぐらい。そうそうそう。で、持ってるフレーズっていうのあるじゃないですか。得意なフレーズ。やっぱあるんで、ガン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 。もうそのフレーズ、そして違うフレーズ、低音のフレーズ、もう全部出してくれて、最後、ジャーンってこんなんやってました。書き鳴らすだけ。それも、やっぱりライブ感というか、生の楽しみ。いやあ、そうですよね。でもこんなに、まあ、各地の盆踊りに行かはる人って音頭取りさんぐらいしかないと思うんですよね。で盆踊りってやっぱりかなり地域性の強いもので、行く先々によって随分違いもあるように、ベースはいわば四捨儀礼というのが、定流としてある。そうなってくると地域の伝統も、習慣も
ありそうな気がするんですけども、いかがですか、あっちこっち盆踊りに足運ばれて、印象に残ってるものとか、あ、なるほど、お盆ってのはこういうもんかなっていうような、そんな考えにこう打たれたとか、そういうのってあるもんなんでしょうか。やっぱりね、この頃の8月15日と決めずに、その前後の土日とかね、あるいは23、24の地蔵盆、その前後の土日。あ、そうか。地蔵盆で盆踊りするところもありますもんね。はい、それも一つ特徴ですね。まあ、八尾の盆踊りが大体お盆の頃にスケジュール的に来るんですよね。僕の地元ですわ。八尾で生まれて、八尾で育ちましたんで。そうすると、帰ってくるんですよね、地元に。あ、そうか。お盆の帰省が一つなんです。で、子供の頃からやっぱり河内で育ってると、久しぶりに家へ戻ってきて、あ、遠くから本土聞こえてる、まあ、結構同級生も多いんで、あ、僕本名岸本清、岸本君歌ってるみたいな感じでね、何十年ぶりかで、こう、踊りの輪の中で、あ、懐かしいと思って、終わったらしゃべろう思ったら、もうどっか帰ってしまったりとか、そんなこともあるんですけど、やっぱり、懐かしい顔に再会できるというのが盆踊りでもありますし、やっぱりその年に、その前年にやっぱり岸本君もよく知ってるうちの母が亡くなって、その供養のために今日も踊りに来てねという同級生がいてたり、でこういう年齢になってくるとやっぱそういうケースって多いじゃないですか。ちょっと帰り寄らせてもらうわ言うて仏壇の前へ座ったりとかすることもね、増えてきますよね。なんかその仕上げ礼とおっしゃったまさにそういうつながりというか感じることは多々あります。いや、それだ、それかもしれないですね。その何が一体その死者への弔いになっているのかというと、縁のあるものが集って、まあ、こうつながりを実感するっていうことが、はい、そもそもこう弔いの本質としてあるのかもしれないですし、そのつながりを一番こう端的につながりをこう、こう至るための回路として歌と踊りっていうのはあると思います。これほどこうやすやすと垣根を越えてつながりを実現するものはないですよね。もう踊りっていうのはある種みんなが同じ仕草で、そうです、どん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 シンクロしていくような、そういうまあ踊りですので、本当にこうつながりの場を実現するための装置みたいなのになってる感じがする。櫓の下から見ている人がね、よくおっしゃるのは、周りでそれこそ小さい会場でしたら、まあ20、30の輪ですけれども、大きい会場でしたら本当に旗へと輪が広がってると、なんかこう何かが空に向かってね、はーっと行くような感じがするねという声も聞きますし、でどういうんでしょうかね、歌ってましてね、やっぱり踊りの皆さんに乗せられてるところがあるんですね。乗せ上手な盆踊りの会場の人とか、逆に聞き上手で踊り途中でやめて今日は聞こうみたいなところもあります。そうなんですか、はい、面白いですね。で、指摘されるのはよく聞きはるのは、まあ、こっちもまあそれは毎日やってるとライブですからネタ忘れることもあります。その時に助かるなぁと思うのは、語り芸でしたら絶句してしまったら終わりですよね。流れが台無しですよね。流れが台無しで、お客さんにそれ悟られたら、これまあかなと思われたら、これ名人でですよね、忘れてもんだけれども、じっともう堂々たるもんで、まあ、これ長いまあや、ええまあやったな言われるでしょうけれども、絶句すると具合悪いんで、でもうあんねと語り芸の人に聞くんですが、我々はその
あん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 って考えてる時ありますよね。あれですからね、あのあんあんあんというのは一つのあんこの節やと、あの評論家の人なんかも中に書いてたことあるんですよ。そうじゃなくって、演者がネタ忘れた時に、時は明治のいつやったかな、あん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 あのグラブルまで返すんですね。でそのうちに25年なんやってね。そしたらあの忘れてることをバレないという、これ便利な芸やな思いますけど、ここでしゃべってしまったらみんなバラしてるようなもんですけど、あのいいんですよね、あれ。で出へん前がやっぱ僕らもありますよ。3か所6か所聞いたら申し訳ないですけど、くたくたなってて。何かの拍子に飛んでしまった時には、やっぱ50音全部ぐらいの覚悟で、いい、いい、うん、うん、まだまだいけるで、お、お、と、本当にありましたけど、だいたい家業ぐらいで聞いてきます。もうそれで聞いてけんかったらやめなありません、その人は。便利な芸能ですか。でも、あれなんですね。今お話聞くと、もう、あの、温度取りがガーッと場を作ってみんな踊らせてるっていうわけじゃなしに、踊り手にまあ押されてというか、はい、引っ張られて節が伸びっていうような、そういうことになって、それはもう、ね、太鼓の人もそうですしね。あ、太鼓もそう、ええ、あの今回和太鼓三次四郎さんも十数年の付き合いなんですよね、ええ、ギター石田雄一さんなんです、はいはい、石田さんとはもう35年以上、40年近いお付き合いで、三十四郎さんの前に三門広若さんという人に太鼓を叩いてもらってたんです。三門広若氏、この人も根っからの芸人、根っからの太鼓叩きでね、とにかく派手な振りなんですね。まあ、三十四郎さんも派手ですけど、三門師匠も派手でした。あれですか、あの大理観音経で言う三門広若さんに、あのとはまた差は違うらしいんですけどね。で、そう書くんですけどね、でも三文と書くんです。で、バンッと叩く。あの、芸に、なんていう、生活が芸に現れるとよく言われるじゃないですか、ね。芸人なことしてたら芸人な芸になってとか、お行儀よくしてたらお行儀芸になるよという、僕らも諸先輩から教わりました。三門広若師匠ぐらい分かりやすい人が、家で奥さんと喧嘩してるときは、幕が開いて、トントントン、カカントントン、カカントン、僕とギターの石田さんと顔見合わせて、今日はあかんけんな。ところがね、客席にそれこそ櫓でしたら、踊りの輪の中に、自分の好む女性がおるとき、おらーって、まずソロから入るんだよ。いや、そうか、ここ30分しかないから、舞台ならダラダラダラと打ってもうてもいいんですけど、とにかく踊り、みんな踊りたくてうずうずしてはる人やのに、うわーダラダラダラ、それね、あのお客さんのサービスじゃなくて自分の好む人に向けて打ってるんですよ。それがまたなかなか終われへん、ダダダで、下手ならね、やめろっていう声もかかるんです。この人は名人ですから、お客さんも例えば拍手するじゃないですか、小鉢なんか入れたら、あと手を取る。まだ本人は余計に乗って、それだけで10分ぐらいガーン叩く。で、歌を始まっても、ダッカッカッカッダッダッ。いや、あの、真ん中はないんですか、師匠と。トントントン、喧嘩してるときに、カンカンカカカントントンが、この基本形。トンタ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 ン、いやいや、あの今度メインよりメインを食うてどうすんねんという、そういう、それはやっぱお客さんに乗せられてるという部分はありますよね。あの盆踊りの場って、まあ、あれやっぱり一種独特の雰囲気がありますでしょ。昔品がいいみたいな言葉がありましたけど、男性でももう何とも言えない魅力的な踊りする人、女性でももう本当にピカ
光るようなこう綺麗な踊りする人とかね、まあ、あの跳ねたり飛んだりするようなこう魅力もあるのってこうやっぱりある種のエロティックな場ですよね。もうなんか手のね差し伸べ方が、あれもいろいろ意味あるとは言うんですけど、ね、もうあのいわゆる金剛山だったり大和川とか、あそうなんね、おっしゃる人が、ね、こう流れていくんでこう叩くのが、それは面白いですね。という説もあるんですけれども、やっぱりその色気のある。そうですよね。ですからそれがね自然に目に入るならよろしいけど、三角広がしをみたいに伸べつまくなし、こんなに焼きながら太鼓だ。温度取りの一個ミント。あ、うん、うわっ、うわっ、こんなね、見つけたが最後、うん、おっ、あっとこっち向くまでやる人。あれね、やっぱりあの生活が全て芸に出るという典型。わかりやすい。わかりやすい人。わかりやすい人です。あの人でやっぱりあのまたそれを満たさに来る人、それを楽しみに、あの先ほど少し話に出たあの、自習が行った踊り屋での、踊り屋っていう、まああのまあ、なんていうんですかね、今でいうクラブみたいなものを臨時に作ってみんな踊るんですが、やっぱりその、風俗を満たすともう老若男女みんながですね、時にはもうあの裸になって踊るようなこともあったらしくて、それで随分こう品種を買ったっていう経験があって、それも そういうこうね、私のエロス生命力としてのエロスの本当にこう みなぎるというか、みんなが発散する場だったと思いますけども、その今お話聞いて河内温度っていうのはやっぱりその河内っていう地域ですよね。まあ、生駒金剛山っていう遥か古代かの霊山の麓に大和川が流れていて、でだん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 蓄積されていた土地である、まあ、河内平野っていう、まあ、そういうこう地形といいますか、土地が持つ宗教性みたいな、湾岸戦争開戦45日前にアントニオ猪木さんイラクのバグダッドに行ったんです。ニュースで見ました。バジョンで、バグダッドのパレスチナホテルというところに宿泊したんですよね。このホテル大丈夫かいな名前でしたけど、そのホテルのラジオをつけるとね、アラビア音楽が聞こえてきたんですね。びっくりしたのはやっぱ拳なんですよね。あ、節回ってるんです。それがまた上等な、あのこういうことを言うと、まあ、怒られるかも分かりませんけども、演歌の歌手の方で拳とビブラートを間違ってる人がおるんですね。あの、これ拳やと言ってる人、大きな間違いで、拳だとこう回すのが拳なんですね。という。で、ビブラートじゃない。ビブラートはもうちょっと練習したらできるんです。拳はなかなか難しい。そのバグダッドで聴いたアラビア音楽の人、次から次へと出てくるんですが、全員があの上等な、この拳は広沢虎造先生も使ってるし、ミゾラヒムさんもやってる、いわゆる名人上手という人が日本の芸能界の中で使っている上等な拳と同じものをね、僕は耳にして驚いたんですね。あのね、あれ、やっぱりイスラム、はい、の音楽がベースなんです。例えば、今からお祈り始まりますよっていう放送アザーンっていうんですが、アラーフアクバアラーフアクバアラーと拳回してやる、あれがやっぱりやっぱその発声方法があの地域の、まあ、音楽や声楽のベースになってるわけです。で同様に、まあ、我々の近代になって西洋音楽がやってきましたけども、それ以前あの、ちょっと西洋には書けないような独特のあの拳っていうのはやっぱりあの仏教の称名がベースになって、しかも我々はあれを心地いいって感じるんですよ、はい、なんとも言えない、うん、それはあの先ほどね、あの地域があの温度を育てたっていうお話すごく興味深かったんですけども、キリスト教の教会の作り、大変反響がいいあの教会の作りの中で発
達する声楽だと喉を大きく開けてクリアな一音を出す。ところが日本の家屋とかお寺の本堂みたいな重構造、木や土や畳、板っていうところだともっとこう響かせるような発声方法になるっていう、そういうこう、環境が発声方法を生み出していく場合もありますし、そこがまあそこにまあその宗教音楽ですね、まあ、それが大きく関わってくるっていうようなことになります。あれは非常に驚きましたね。まさにで地形とおっしゃりましたね、そのパレスチナホテルからこう外見るとね、まさにチグリス川とね、ユーフラテス川の門、勉強しない僕でも世界史の授業で最初に覚えた川がこれで、あ、なるほど交わってる三角州って、あれ見た時にね、僕は川地平野でね、生駒山からずっと連山連なって金剛山に至って大和川が流れてる、そこに玉串川や長瀬川がこう三角州もありますよ。僕はこれ河内のメソポタミアだと思ったんですよ。八尾、橿原、富田林、よう似た雰囲気で、で流れてくる音楽も違和感なく西洋、まさに西洋音楽でもない、どっちかというとこれが自分たちのこうご先祖じゃないかというような、心地いいというのもうまいなという、名人の芸を聞いたみたいな、あうまい不思議なという。で僕らここへ終わったらやっぱり地元のというかイラクの国営の楽団の人が呼ぶ来て、もう河内音頭をコピーして口ずさまれるんですよ。まあ、林言葉ですが、まあ、一つ音頭の魅力としてそうやってコール&レスポンスというんですか、で踊りでこう参入してるだけじゃなくて自分も実際にこう歌って、いわばそのやり取りがあるっていう、この魅力もかなりあるような気がするんですが、まあ、その根底みたいとなれるというのは、僕らが四方ホイホイと言った後、踊り手の人がもう「いやこらせー」こいつ言うてる人が多いですね。奥へ行けば奥へ行く、深い時間になればなる、あ、そうだよって、もううちのギターの石田さんがギター弾きながら言うてるのに、もうそのギターの人も弾いとくだけでいいよというぐらいの、そうだ、またね、その威勢のいいそうだよとこさをかける人がいてるんですよ。でどんどん深まっていくと、もう今はないですけど、それこそ朝まで盆踊りで、僕ら子供の頃にはそこにエロチックな歌詞があって、すごく聞いたことあるんですよ。お寺の本堂でサービスでしてくれはったんですけど、3つも4つも生とかなんかそういう、僕はそういうの大嫌いでね、ほんまね。なんかそういうのが耳に残ってる子供の頃ね、買い張るんです、勝手に。そうなんですよ。それとこさんの初やのに、さあどういう野菜の3つも4つも生きてどういうことないんだろうな。そうですよね。河内音頭でもなんか裏バージョンっていうか、とてもここでは話せないようなどぎつい歌詞のありますわね。そうね、びっくりするようになりますよ。朝まで盆踊りのために作られた歌詞ですね。そういうことですか。そうです。ですから子供がだいたい10時、11時、まあ、親公認で12時といっても1時ぐらいから眠たくて帰る。で、2時、3時、だいたい夏、4時過ぎになったら、しらじらと開けてきますがね。その頃に主催者が、ぼちぼち、終わってもらえますかと言いに来たら、待ってましたとばかりに、そういう瞬間みたいなね。あ、そういう時にやるもんなんですね。はい、もうそれも半分の飲んであるし、で面白いのは夕方踊りに来てこっちをずっと歌ってたら、その人がご飯食べてまた
踊りに行くと。また家帰って、今度、風呂を手持って、銭湯行く前に一踊りして、風呂上がってきてまた踊って、で家戻って、人寝入りしてまた踊って、そういう人を今度いっぱい引っ掛けてきて、もう出来上がってるから、その人たち向けに、やっぱり一番最後となると4時ぐらいになると、もう本当に20人、30人、1000人ぐらいの会社でもそれぐらいになるんですね、最後。そうすると、本当にが、やっぱり、そういうちょっと課金されて、裏技をね、やるんですよ。でも、ああいうの聞いてると、すごくおおらか、聖、おおらかな聖を歌い上げるみたいな。おおらかな聖ですよね。矢倉って、まあ、その聖域とも言われますけど、あの上でおおらかな気持ちで先輩方がそういう歌詞を何の恥じらいも後ろめたくもなく歌ってことがおられて、でまたそれはあるお寺の盆踊りですけど、ご住職も踊っておられました、その歌詞。どういう歌詞か、まあ、うちの親父なんかがよう歌ってたのは、まあ都合が悪かったら切ってください、延期椅子して読み替えまたにしてやつ、こういうやつをやるんですよ。で子供心に恥ずかしいんですけど、恥ずかしがってないんですよ。踊ってる人はもう言っちゃいけーみたいなね、そういうのがありましたね。ありがとうございます。もう締めてもよろしいですか。はい。すいません今の形で終わる形で終わるのだけやめていただきたいですね。なんか交渉の話終わってほしいですね。何なんで終わるんでしょうか。いやいや大丈夫です。大丈夫ですか。いいと思います。本日は実際に革ちょうどを聞かせていただくんですが、一つは、まあ、伝統的な革ちょうど、下代の方は九代目横綱、九代目横綱、そして、先ほどお話にも出ました新聞読みの方ですね。これはその時よりも新聞を読み上げるから新聞読みですから、うん、まあ時事ネタですよ、ね。時事ネタなんですね。はいはい、なんかこう やらせていただきます。はい、どうぞよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。